はい、皆さん、こんにちは、ゾンビ先生です。学校であった怖い話、実況プレイ始めていきたいと思います。さあ、前回はね、トイレの神様、細田智春大先生のお話でしたけども、じゃあ今日は、次は福沢さんですね。福沢玲子さんね。アパシー鳴神学園の方ではだいぶビジュアルが変わってましたけども、福沢さん行ってみましょう。いやー、福沢さん前回なかなかな、すごい、そう、そこのね、ポッピンなね、ポッピンな音楽なのに結構な話だったんだよな。私の名前は福沢玲子、1年 G 組に在籍してます。なんか最初こうね、元気でノリいいんだよね。私の話す話は水泳部の話。ゾンビくんって泳げる？水好きだね君。1泳げる、2泳げない、3犬かきなら得意。犬かき結構難しいぜ。ね、泳げる泳げない、犬かきなら得意、どうしようかな。3がいいかな。犬かきなら得意にしてみるね。えじゃあ、犬かきなら得意。あっそ。それ、冗談のつもり。あんまり面白くないよ。いや、冗談じゃねえよ。犬かきなんだよ。まあいいや、水泳部の話だったね。じゃあ聞くな。実はね、私のお姉さんって、この学校の先輩なんだ。あ、お姉ちゃんがいるの？そうなんだ。7つ年上、そうですか。じゃあ今はもういないのね。それで女子水泳部だったの。男子と女子は別れてるからね。だから私この話を知ってるんだよ。なんとなんと、なるほどね。信憑性高める感じっすね。お姉さんがいた頃ね、ものすごい選手がいたんだってさ。ものすごい選手？どんな選手？彼女が泳ぐとお魚みたいだって、みんなは噂したんだって。めっちゃ早かったのかな。それほど泳ぎが得意だったわけ。ああ、なるほど。彼女が泳ぐとね、水が嬉しそうに波打つんだってさ。おお、モーセみたいなね。海が割れる感じね。みんな見惚れたんだって。本当に水が喜んでるわけじゃないよ。知ってるよ。知ってる。ただね、そう見えてもおかしくないほど彼女の泳ぎは華麗だったのよ。あー、いやいや、確かにね、めっちゃ上手い人ってさ、ゲームとかでもそうだけどさ、なんかむちゃくちゃ自然なんだよね。で、なんかさ、その人がプレイしてるとかっていうより、周りがなんかそういう風にしてるんじゃないかっていうぐらい自然なんだよね。彼女の名前は瀬戸優子さんって言ったの。瀬戸さんはね、お魚の生まれ変わりだって言ってもみんな信じたよ。誰が言って誰が信じたんだよ。ねえ、まあ、それぐらいうまかった。おっと、怖い音楽になってきた。そんな生徒さんだったけどね、事故で死んじゃったの。おお、なんか今回あれだね、福沢さん、怖い話になるの早いね。ある日泳いでいる時に心臓麻痺を起こしたってね。いや、でも本当危ない、そういうのね。本当危ないよね。みんな驚いて助けに行った時はもう手遅れだったの。水の事故ね、マイナスあるからね、ほんとね。川とかさ、怖いでしょ。猿も木から落ちるって言うけど、まさか瀬戸さんが水死するなんて誰も思っていなかった。だから彼女が死んだなんて誰も信じられなかったの。福沢さん現れた。それからなのよね、変なことが起きるようになったのは。ねえねえ、どんな変なことが起きたと思う？ほうほう、そこ何聞いてくんの？そここっちが選択すんだ。はあ、1、誰もいないプールで誰かが泳いでいる音がする。まあ、ありそう。階段的にはありそうね。2、誰もいない物質が水でびしょびしょになっている。はあ、3、泳いでいるとき足をつる人が多くなった。ああ、なるほど。なんかこう、呼んでるみたいな。こと？でも1っぽいよね。1、どれだろうな。足をつる人が多くなったか。1っぽいよね。誰もいないプールで誰かが泳いでいる音がする。これ行こう。そう。誰もいないプールで誰かが泳いでいる音がするようになったの。まあ、定石というかね。プール階段の定石って感じね。バシャバシャってね。で、そういう時ってね。どうした？どうした？手出てきた。プールの中から手だけが出ているんだって。
先生が放課後の見回りの時それを最初に発見したらしいんだけど、先生は誰かが溺れているのかと思って手を差し伸べたんだって。そしたら、ああ、引きずり込まれたかな。プールの中の手がスルッと水の中に引っ込んじゃったんだって。おお、そういう感じなんだ。溺れている人の手じゃなかったそうよ。それを聞いた女子水泳部のみんなはすぐに思いついたわ。あれは瀬戸さんの霊の手だって。瀬戸さんが助けを求めて差し出している手だって。それでね、彼女の供養のためにはプールから出る霊の手を掴んで引っ張り上げてやるのがいいっていう噂が広まったの。怖い怖い、やめな。ねえ、逆にお前、逆にあっちに引き込まれない？それから瀬戸さんに憧れていた後輩や男の子たちがプールに行っては手を掴もうとしたんだけどね。すごい、でも慕われてたんだな瀬戸さん。そこまでしてもらえるっていうことはね。ダメなの、誰かが掴もうとすると手がすぐ引っ込んじゃうのよ。これどうなるんだろうね。どう怖くなっていくのかな。女子水泳部の人たちはなんとか彼女の魂を救おうとしたわ。それでみんなはこういう結論を出したの。どうしたどうした。彼女は誰か特定の人に助けてもらいたいんじゃないかって。はあ、みんないろんなこと考えんな。彼女が手を引っ込めてしまうのは違う人に助けてほしいという意思表示なんだろうって。おお、だとしたら誰の助けが欲しいのかなって思うよね。それでね、まずは女子水泳部のみんなが一人一人手を差し出して彼女の手を取ってみようということになったの。ほう、なんかそんな実験可能なぐらいあれなんだね。もうなんか絶対手出てくんだね。もちろん怖がる人もいたわ、そりゃそうだよね。でも女子水泳部の部長がみんなを説得してね。どうなんのよ。おお、またあの怖いこと起こる時の音楽になった。部員全員で夜のプールに忍び込んだのよ。湿った空気と蒸すような熱気、体がだるくなるような夜だったそうよ。やだな、嫌なこと起こりそうだな。プールの中には静かに水が張っていた。彼女の手本当に出るのかしら。実際その手を見たことがなかった部員もいたから幾人かは落ち着きなくそわそわしていたわ。ほんと福沢さんあれだよね、見てきたかのように言うよね。すると水音が聞こえてきたの。バシャバシャって。最初は小さく、やがて大きく、そのうちに人が溺れているような水音に。あ、部員の一人が叫んだわ。お、手が出たか。出た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 、手が出たよ。例の手がプールから出てきたのよ。瀬戸さん、みんなはその手に駆け寄った。そして一人一人思いを込めてプールに手を差し出したの。なんだろう、何この握手会は、何この例の握手会は。でも水から出ていた手は相変わらず人の手を拒んでいた。そして何人かが試し終わった頃、キャー、一人の子が叫び声を上げたの。その子は水泳部のホープだった。瀬戸さんの次に泳ぎが上手な子だったから。名前は林さんって言ったんだけど、彼女が手を差し伸べてもプールから出ていた手は引っ込まなかったのよ。でもどうした、あれ、もしかして泳ぎ上手いから恨まれてる。いやー、彼女は大声を出して頭を抱えたわ。頭を抱えた。みんな驚いて彼女に駆け寄った。瀬戸さんの手に選ばれて何か恐ろしいことが起こったんだろうか、そう思ってね。おお、思うよね。っていうかやる前から思え。やる前から思え。それはそうしたらプールの水から手を出していたのは瀬戸さんじゃなかったの。おお、え、そんな新事実。林さんが驚いたのは自分と同じ姿の女の子が水中から手を差し伸べているのが見えたからなの。ほう、セーラー服を着たその姿は半透明でゆらゆらと揺れていた。でもすぐに消えてしまったそうよ。どういうこと、どういうこと、どういうこと、何何。おお、生き霊って知ってる？生きている人の怨念や妬みなどが霊のような形をとって現れるっていう現象なんだけど、
うん、生き霊ね、ありますよね。うん、その亡くなってね霊になるっていうのとは違って、生きたままその恨みとか怨念が強すぎて生きたままそのなんか別の人の枕元にね立つみたいなとかあるよね。私プールの中に現れたのはそれじゃないかと思うの。水の中にいたのは林さんの生き霊だったんじゃない？どういうこと？林さんがなんかあれなの？林さんの生き霊は自分より泳ぎが上手な人を溺れさせようとしていたんじゃないかしら。瀬戸さんが死んでしまったのは心臓麻痺のせいだって話だけど、何？もしかしてあれか、林さんの生き霊が瀬戸さんを殺したっての？マジか。その原因を作ったのは林さんの生き霊かも、なんてね。そんなこと言っちゃいけない？でも考えちゃうんだ。福沢さんな、うん、すごいあの人に恨みを持つ人だけどさ、うん、いやでもそんな人ばっかりじゃないと思うぜ。どうだい？プールから出てくる手は助けを求めていたんじゃなくて、次に引きずり込む人を探していたんじゃないかって。まあそれにしてもあれ、襟好みの激しいあれだね、手だねやだやだみたいな、君じゃないみたいなね。林さんは校内で次々と記録を打ち立てて卒業していったそうよ。頑張ってんじゃんね。他にも記録を出しそうな人はいたんだけど、みんなこう言ってたって。いざという時に何かに足を引っ張られてうまく泳げなかったんだって。いやーマジでか、ゾッとしちゃうよね。プールの水に林さんの姿が揺らめいてて、そこから手が出てたってだけじゃ決定的な証拠にはならないけどさ、ただ単に水に彼女の姿が映ってて、そこから霊か何かの手が出てただけかもしれないけどさ、それはそれで怖いけどねだけかもってさ、それはそれで怖いよ。でも私は林さんの生き霊説を押しちゃうな押しちゃうっていうかさ、押しちゃうっていうか福沢さんが提唱したんじゃんねえ、ゾンビ君はどう思う？ここで聞いてくんの？ここで聞いてくんのかな？選択肢？夜のプールに揺らめいていた林さんの姿は一体何だったんだと思う？ 1. 林さんが水に映っただけだ。 2. 林さんの生き霊に違いない。いやいやいや、ここはでもね、やっぱ怖い話ですから 2じゃないですか。林さんの生き霊に違いない。ん？それしか考えられないよね。でももしそうじゃなかったら、林さんはちょっとかわいそうだったかも。だってさ、どうした？彼女の生き霊説は結構有名でね。ああ、じゃあ福沢先生が提唱されたわけじゃなくて、割とあの学説としてあれの定着してるんですねなるほどね。そのことでいろいろ嫌がらせ受けたりしていたみたいだし、それはそうじゃなかったらかわいそうだよね。ていうか生き霊って言ったってさ、別にさ本人がコントロールできるわけじゃないんだろうからさ、それはそれでかわいそうじゃんね。プールで何かに足を引っ張られて記録を出せなかったって言ってる人たちも彼女のことをいじめてたしね。それさ、それなんか記録伸び悩んでさ、なんかその子のせいにしてるだけじゃない？違う？すごかったらしいよ。ほら女同士のいざこざって怖いから。いや、まあ、ゾンビ先生も間接的にこれまでの人生でいろいろ聞いて怖えなーって思うことあったけどさ、うん。ね、もし、プールから出てた手が瀬戸さんの霊だったとしたら、林さんは濡れ衣を着せられていたってことになるわね。瀬戸さんは自分の死後、水泳部のトップに立った林さんを羨んで嫌がらせをした。それから、記録を出しそうな人の邪魔もして、すべてを林さんのせいにした怖すぎるわ。なんか、死してなお、ねえ、そういうことでさ、自分の記録を守ろうとしちゃダメじゃない？なんてね、そうじゃないよね。林さんの生き量が悪いんだよね。いやいや、知らんけどね。知らんけど、うん、知らんけどね。まあ、いろんな可能性あり得るからね。うん。ゾンビくんだって、そう言ったもんね。やめてよ。やめてよ。それだって、福沢さんが、ね、福沢さんのお話にさ、ちょっと同意しただけじゃん。ああ、それはなんか、私のせいにしないでほしいな。きっと、
みんなだってそう思っているよ。どうですか？リスナーの皆さんそう思ってますか？もう福沢さんもみんなそうだって言ってますけど。なんかね、ちっちゃい子がよく言うよね。みんなっていうのね。本当に全員なのかみたいなとこあるけど、ね、暗くなった暗くなった。大丈夫？ああ、終わりか。じゃあ、そろそろ次の話に移ろうか。さあ、次は誰の番かな？ということで、いやいやいや、またなんか恨み陰湿な感じの話をするな、やっぱ福沢さんはな。いや、なんかでも面白いですね。2週目だとなんかこうちょっと芸風が見えてくる感じもあって面白いですね。次が6人目ということでね、まあ、2週目のラストがまた見れるかなと思います。そしてね、やっぱ3週目がこれまた楽しみですね。どんな話繰り出してくるのかっていうことでね。はい、ということで今回のね動画これぐらいにしておきたいと思います。最後までご視聴いただいた皆さん、本当にどうもどうもいつもありがとうございます。まあ面白かったなっていう方はね、ぜひとも高評価とチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、どうもお疲れ様でした。失礼します。